はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、白洲高校今回も投手でやっていきます。で、前回とねほぼほぼ、デッキは同じなんですけれども、神楽坂くんを、サナちゃんに変えました。あとね、あの風投げくんプラ5がね見つからなかったんでプラ4をお借りしてます。で、技術ポイントがねだいぶ余っちゃったのと、休みコマンドをね結構使ったので、まあ、サナちゃんでね回復しつつ精神を稼いでうまく技術ポイントもさばけていければと思ってます。で、この編成だと前に後4なんでね、後エベが結構きついと思うんですけれども、まあ、そこは妄想コマンドも使いつつ消化していければと思います。まあ、とりあえずこれでやっていきましょう。まあ、サナちゃんはねそもそものイベント数が2回しかないんで、まあ、一気にイベント数が増えたわけではないんですけど、どうしてもね友沢とね守るくんがねイベントが重いんで、前回はね2人とも失敗したからね、経験点的にはやっぱりルナちゃんを優先的に上げていった方がいいかな。で、多分サナちゃんってそんなに能力高くないよね。だからうまく青骨とかも踏んでいければと思うんですけど、虹谷134、これはもう無理だな。ただ虹谷はないいコツをくれるんで取っておきたいけど、メンタルも美味しいといえば美味しい。いや、ちょっとコツをもらっておきましょう。奪三振、よし。で、ルナちゃんとサナちゃんのコンボがどっちだろう、前か後か。友沢守くんのねコンボは前イベなんでそれはいいんですけど、前イベだと助かるよね、ルナサナのコンボが。後イベだとちょっときついかな。一応ルナちゃん乗ってるっちゃ乗ってるけど、もう一回練習しておきますか。球速をねどこまで上げられるかなんですよね。どうしてもね特能にね経験点を使っちゃうんで、青、ルナちゃんですね。今取れるのってなんだ、リリースくらいか。リリース取れないな、変化球が少ない。ないしょうがない、ここは普通に行こう。なんかいいやつ、なんかいいやつ、低め、うん悪くない。低めもね前回5までやっちゃったからね4か、なんかすぐ間違えるんだよね喧嘩はね体力をね奪われるんだよ。赤い、さすがに無理だなルナちゃんとかさ総編2しかないんだ。ここは寝よう。どうしても寝るコマンドかなあるよな。今頃自己紹介か。サナちゃんどっち取っていこっか。対左でもいいような気もするんだけどね。虹谷がいますね。今回は青骨なんですけれども、まずは低めをゲットくらいか。変化球が全然ない。守備力が上がってもね大したことないからね。これは構わない。調子安定ももらえるのがいいよね。赤い、総編2にはできない、無理だ。変化球ポイントが全然ない。根性遅れたら嬉しいな。よし、前イベがなかなか起こらない。 10% かー、どうしようかな。こっちにしよう。2桁あるとねやっぱりちょっと怖いんだよね。エースの威厳が始まった。笑顔でいこう。
とにかくコツを取れるときに切っておきたい。よし、ルナちゃんの告白は来た。まあ、サナちゃんはだからぼちぼちでいいよね。今回は妄想じゃなくてリアルに5億出すって言っちゃったかな。サナちゃんの妄想があるね。風投げ永久期間、130キロどうすかな。守備連なんだよね。ただコツか。リリースは まず潰しておくとして、あとは何でもいいか。コツだったらくれ。急速、その急速1というのはどうなんだ本当に。で、伸びコツをもらっておきましょう。青いね。メンタルが青い。友沢か。まあ、どっちにしろ永久期間だからこっちにしましょう。バント封じ。敏将はもう1回取ってあるから、ここは打たれ強さでいきますか。うん、勝てるとこバス停だな。あ、そう、またねあれを持ってきてます。野球神、まあ、野球神のお守りもねこういう時くらいじゃないとあまり使わないんでね。まあ2つしか持ってけないからね、本当に使わないのとか出てくるよね。もうアロマグッズ的なのなんて全く使わないからな。で、まあちょっとねほぼほぼね招き猫が必須になっちゃってるっていうのがね辛いとこだよね。招き猫がないとね、やっぱどうしてもね、虹谷50、あ、これいけるな。ほい、ほいと。よーし。風投げプラゴンにしてたフレンドさんが、なんか別のキャラに変えちゃったんでね、今のフレンドの中には、風投げプラゴがいなくなっちゃったんですよ。割とね粘ったんだけどね出てこない。風投げプラゴ、やっぱりね45でね技術ボーナスがつくっていうのがねでかいんだよね。まあ、40でもね全然強いんですけど、おいおーいいね。なぜか最後サナちゃんが投げてたし。キーマンは風投げと友沢だからな。どんだけ点を取ってくれるか。割と稼げたね。変化球だね。神楽坂くんをね減らしてるんで、その分変化球ポイントが絶対減るはずなんで、まあ、ここはなだめておこう。精神ポイントをね稼いでいきましょう。これはどういうイベントだっけ。うん、まあ普通に経験点が入って終わったな。さてさてさてどうしようかな。特に妄想もできるわけじゃないんで、体力を回復させつつ温存しておきましょう。で、今は体力があるので上限を増やしていきますか。もやしとかね俺好き嫌い多いんで、もやしとか嫌いっすね。むしろショートにして敏捷ポイントをもらっていきましょう。打球反応ももらえるのか。風投げがいたけどね、前入れはね妄想使う必要ないんで、友沢今回はせめて成功してくれよ。根性を手に入れたからね。
あとルナサナのコンボで来た。根性骨がね手に入るんですよ。ねルナちゃん、よし、これで3になったんで、まあもう根性は掴んじゃいましょう。でタック休息。イカリ君足りてない。イカリ君だいぶ下げてたからねこのあとまだ下がるよね。もう一回構わないよね、やるからね。あいつには負けない。あ、さっきルナサナどっちだったっけ、前と後。まあ、これやり終わったら動画で見てみよう。これがね、ほんと前イベで来てくれるのがありがたい。西谷の妄想ができるか。ただね、青骨も来てるからね、何にもなければさ、やってもいいけど、さすがに何かあるときは、あーとはいえ、あー6パーか。永久期間、友沢。永久期間、友沢か。やろう。タイピン、いいね。ちょっとルナちゃん進めていくか。で早々にタイピンを掴んで、あとはサナちゃんの評価で告白を受けてデートしていこう。で12月の3週はね、さすがにデートはしないんで OK。 当主はね、ここ通過すればもう大丈夫なんで。妄想か、友沢の妄想しとくか。そうだね、やっとこう。これで友沢は完走したか。まあいいでしょう、金徳をつかめただけでも OK。 読書か、うーん、まあ普通に行こう。漫画、体力か。クリスマス前だったからね、ちょっともったいなかったけど、まあかといってね、サナちゃんのね、あのイベント失敗するとね、減るんすよね、経験点が。すげえいっぱいいんだ。ルナちゃんさすがにもういけるわ。変化球、カーブを最初から覚えてるから、一応カーブを鍛えていくか。ちょっと待ってね、なんか潰さなきゃいけないコツとかある？打球反応1でいいかな。まあ、最悪例によってなんだっけ、緩急の上位すぐ名前が出てこないんだよね、最近物事に対して。ルナちゃんでいきましょう。変幻自在だ、変幻自在。重い球 OK。 でこいつはどうしようか。まあ、最悪脅威の切れ味でもいいんだよね。とはいえ今のところは奪三振しか骸骨を取ってないからな。これでね、なんか知んないけどめちゃくちゃ上がるんだよね。はい、大凶マジ何なのルナとか、大凶ばっかりだからね。守るくんか、評価も足りてないんだよね。何上げればいいのこれ。もしかして普通に補給上げなきゃいけないの。マジか、マジですか。補給とか上げたくないんだけど、でも3だったらしょうがねえか。敏捷使うし、上げたくない9使うんでしょ。敏捷9はさ、だって投手にとっては重要だよ。普通にコツもらおう。急速コツくれ、やった
で、ここはね、ちょっとね、体力減らしたくないからね。よし、やる気アップ。で、風投げも完全に終わりですね。ってことはもう前終わった前イベ。OK。虹谷妄想か。いや、ただここで友沢の永久機関がいるな。だいぶでも筋力も溜まってきてるけどね。人がいっぱいいるから。どうする？ 134 まで上げる？怒りにした方がね、もちろんポイントはね、いいんですよね。よし、こっちにしよう。先制ストライク。もうこのマイナスイベントが。さてさて、ここは体力回復か。ルナちゃんとのねデートをねやりたいんだけどね。赤スタミナ49、これはいけるよな。いや、でも結構筋力使っちゃったね。まあ、しょうがない。徳のなんだっけ、重い球は取っておこう。さっき先制ストライク、おお、2で安いな。だいぶ安くなってんな。よし、ここはマムくん。クイック、悪くない。いい。また来てるね。12%か。ルナちゃん、どうする？妄想する？急速骨は2になってるね。クイックはじゃあ取っちゃおうか。よし、1月の4週か。妄想して体力回復させて2月の1週を迎えるか。構わない。OK。 これで体力がほぼ戻ったな。今度はやっぱりでも変化球ポイントがちょっと伸びてないかな。デートがねすげえつまり、うお、負ける負けた。おとなしく F にしとけばよかった。点が入らないくらいだったら確実に勝ちたいよね。やっぱりゼロだからね、ゼロ。あー、虹谷しかいない。虹谷しかいないじゃなくて何にもない。虹谷の妄想でいこう。デートはねもったいないからね。どうしようか、ドクタケでいこう。驚異の切れ味は多分ね変化球が足りないんだよね。で、2回目まで進みましたね。次か、シラスはちょっと厳しいね。やっぱり球速を上げてらんない。赤球速144はもう絶対無理だ。絶対無理だけど筋力は欲しいんで練習しよう。球速骨、一応球速骨がどんどん上がってくな。おお、西谷よくやった。経験点ねすげえくれるからね。また守るくん、
さなちゃんの告白が来てない、飽きた。まあデートをしていきましょう。で球速をどこまで上げられる、ちょっと待ってね、もう一回練習できるか、これはやっておきたいよね。3あればとりあえず144にしておこう。で風投げか、友沢か、どうすっかな。友沢がいるからやっぱり技術かなりもらえるね。さなちゃんがいるから、さなちゃんって先進ボーナス持ってたっけ、まあいいや、よくわからん。で次はルナちゃんとデートをして体力を回復させよう。手応え、急速、いいね。ここで急速が1上がってくれるのはかなりでかい。そして妄想があるんだけど、妄想してらんないから、ルナちゃんで、ルナちゃんはね別にエピローグ経験点は評価とか関係ないみたいですね。なんか5回完走すればマックスでくれるみたいなんで、それは楽ですね。まあ、選手キャラはねそれなりに一緒に練習するんで、まあ、評価戻せるんだけど。 OK、 144まで上げた甲斐があったぜ。やっぱりねここまで来るとね割と成功率は高くなるんで、最低ラインですね144っていうのが。まあ、ランクがあるんですよ、その球速ランク C まで持っていければ成功率は上がると。でスタミナ、サナちゃん、まあ、ワンタックだしね、やっぱ技術要因が絡んでくると結構技術もらえるけど、まあ、それでもやっぱこっちだな。ちょっと待ってね、特殊能力を確認していこう。そういえばタイピンも早く取りてえみたいなこと言ってたよねちょっと復活取るか、マインドブレーカー、全然あれがない筋力が。スタミナ1しか上がらんわ。奪三振、よし、 OK。 竜の角貝、これは体力が回復するやつだね。別に失敗とかないよね。うわまずみたいなそういうの見たことないからな。てかデートが全然進まないわ、デートが。まあ、ルナちゃんはねちょっとあれが低いからね、コツ経験点が。さてどうするか、スタミナを直上げしつつやっていく。それか、ちょっと待って、もう3月か、デートが厳しいな。まずはちょっとやっぱりデートしていこう。ちょっと待って、待ってね、変化球を上げていこう。カーブ4欲しいわやっぱり。でスライダーでデートします。青コツが来てるけどちょっとしょうがない。これでタイピンを手に入れたらタイピンを潰しましょう。これをフレーク、振らない。オッケー一回も手出さなかったな。やる気あんのか。いやいいね。今のところさ、なんかしょぼい高校じゃなかった、あのユニフォーム。よし、じゃあタイピンは潰しちゃいましょう。それでも70かかんのか。変化球がいけるね、友沢か。いやこれでも変化球だな。あ、奪三振潰すの忘れた。まあいいか、置いとく奪三振。まだあれだ、ま
臨床ポイントをくれたね、友澤くん。これも体力は減らしたくないからな。青スタミナ風投げいいね。やっぱりね、永久期間はね本当にいいよ。あれ玉技術精神か、ちょっとマインドブレーカー取っとこう。そこから決めよう。だって奪三振まだやっぱそれなりにかかるよね。いや奪三振5でも問題ないやつなんで。永久期間風投げ、スタミナが1しか上がらない。順応、そして筋力をくれた。これはなんかあれなのかな。臨床器しかくんないか。一緒か、分岐はしなそうだね。これはいいね。ダブルタックが来たか、かつ指導もできる。投手、投手とねポーカーフェイスがねどうしてもなんだよね。いやもうこれは無理だから、回復できるサナちゃんでいきますか。あとはね空手とか起こるとかなり厳しいからな。さてさてさて、ここは D でいこう。もう一番勝てるとこ。何これ、どんくらい。潜水が苦手、再試験、水中に長く潜る課題。2年生が1分半、3年生2分。2分、そんな息止めてられるか。根性もらえるのかよ。知らなかった。さすがにさ、守備は無理だよね。守備は無理だけどさ、コツもらっとく？絶対コツくれるからね。どうする？やっとこう。これ絶対コツくれるっていうのもね、何気にいいんだよね。ちょっとパワヒ降格をさ、取るんだったらさ、東条とか入れてきてもいいんじゃないか？東条だったらね。うほほほ、ダメだ、うちの打線が沈黙している。1回しか勝ててないね。もうこれちょっと無理だ。デート進めていこう。なんかコツもらえたっけ、サナちゃん。割と最近サナちゃん使ったけど、もう忘れたわ。あ、これは絶対いいね。やろう。永久期間遠ざくん。練習デート、練習デートかな。打たれ強さ、打たれ強さはじゃあもう掴んでおきますか。青いね。あーでも 0% だったらやってもいいかな。打たれ強さはじゃあ絶対掴む。緩急1はな。てか変化球が全然伸びてないよね。順応か、まあ取ろう。よし、これちょっとこうしよう。虹谷はねでもやっぱりいいよね、ほんと強い。ポーカーフェイス、このポーカーフェイスと投手だけはねどうにもならないからな。一応回復しておくか。マグロはね結局引いたけど使ってないよね。でデートで回復できる方をやっておこう。サナちゃんの方が早く終わりそうかな。
で、マジで何にもやることがないときはルナちゃんとデートだな。体力もまあそこそこあるんだけど、タックもないしコツもないみたいなとき。あ、B賞ポイント手に入る。最近わりかし B賞ポイント入手しやすくなったよね。これはね、負けるのと勝つのが両方あるんで。どうだ？あ、負けた。 B 賞B 賞が手に入るぞ。変化球指導ができるね。どうする？6月か。あと何回？結構厳しいな。あと4回か。月にだね。月にレベルアップしないといけないのか。でもまあ、青骨はじゃあある時に踏んでおこう。サナちゃんだね、そうすると。変化量6、速球対抗心、これはもう掴んでおこう。4だよね今、速球対抗心。これさ、15下がってもさ、一応タックは組める力は持ってるよね。でね、サナちゃんにしよう。じゃなくてルナちゃんにしよう。これで次自然回復すれば普通に1回練習できる分の体力にはなるんで、で何にもなければサナちゃんで回復しよう。で、敏捷ポイントどんくらい？クイックを掴んであるからね。ワンタック D51 か。何を見ようとしたんだっけ俺。なんだっけ。あ、これだ。速球対抗心だ。で、上げとくか、コントロールを。 D51 で指導をして、次はもうデートだね絶対。伸び OK で、伸びが3、今5だ。まあ、いいか、一応置いとこう。で、お出かけの、さなちゃん。今回はね、何にもなかったんで、もうデート集ですね。まあ、一応評価は上がるから。OK、打たれ強さ。まあ、いいや。154キロか。さすがだね。 A っすよね。だから154キロは A なんすよ。スタミナ欲しいよな。スタミナ欲しいよな。やっぱり変化球足りねえな。マジ足りねえわ。またでも技術また技術余ってんだけど。ちょっと待ってね、スタミナをとりあえずまた C。 いや、待てスタミナはね、 C あればなんとかなるから。スライド2にして3球締めが欲しいんだよな。やろうスタミナで、次はまたデート。スタミナの上がりが良くないね。キレ OK。 よーし頼むぞ。なんか今回あんまり打ってくれてないけど、伸びはじゃあ掴んでおきましょうかね。キレも掴んでおこう。緩急か。 B 賞68あるからね、全然余裕だな。また走者釘付けを取るか。お待たせいたしました。お、いいね、なんとかいい感じで抑えてるけど、ほらダメか。マインドブレイカーならない。ゲー打たれた。悲しすぎる。お、でもゲッツーで終わった。ボール、フルヒッターなんだこいつ。パワー D のくせに。うわー
大丈夫か、ダメだし1点取られたわ、こんなやつに。絶対打たれない投球術なんてないからね。打たれるときは打たれるからしょうがないんだよね。まあでも40はもらえるか。公式戦初勝利、え、ここで公式戦初勝利か。総合力的には今どうなってんだ。そういえばうわー、ここもない。やこれやりてえなー。いやーでもねやっぱねデートが優先だよね。よし、とりあえずさな感想、あとあるなだな。これどうする、ゲームセンターにする、こっちにしよう。先制ストライクってだって取ったよね。先手必殺、骸骨とかはくんないんだね。でもその代わり、あ、回復しなかった。そういえば回復しないのか。ど根性取るか。ドクター K 重いな、ドクター K が重いよな。先手必殺はやっぱ軽い、骸骨さえ掴んであればね軽いよね。やっぱりいい特殊能力だ。で結局何、技術余ってんじゃねえかよっていうちょっと待ってね、 C に上げとくか。じゃあ精神が足りないね相変わらず。てかサナちゃんとさ精神タッグ組んでなくね。まあ、精神キャラクターでね、その得意練習率アップがないとねきついんすよ。もともと精神と守備って練習に来る確率が低いんで、でそうするとやっぱりなかなかタッグ組めないよね。よしこれで打とう。あとはスバル貴様だ。ガッスリーランホームラン打たれた、ひでえ。みんなお願いします。やったやったやった、船、あいつの心へし折ってやろうかと思ったら俺の心がへし折られたわ。145もね決して速いとは言えないからね、まあ、高校生にしたら速いんだろうけどさ、サクセス的に言うと。おお、今の抜けるかと思ったわ。スバルの心をへし折って調子を下げてやろうかと思ったらそうはいかんかったな。でもまあ一応投げ切ってくれたか。40、あれここら辺ってさマックス40だっけ。全然なんとかなってんな。いやメンタルとかやりてえわこれ。いやでもルナなんだよな、カラデートがね存在するんで。ちょっとどうする、これでも美味しいよね。精神ちょうど足りてないしね。こっち行こう。で7月の4週ルナとデートして、おお精神ポイントがどんどん上がっていく。で甲子園は3回練習したいよね。そうするといやこれ持ってきてよかったな持ってこなかったらさ負けてたんじゃないか。ただちょっと3球種目が欲しい。どうしようかな、斜めが欲しいといえば欲しいんだよな。シンカーにしておくじゃん。ちょっと変化球ポイントどうだろう。最後にエピローグで2人くれるからな、そこで補えればいいんだけど。ノーアウトか、
ノーアウトはきついよ。げこいつ広角打法なんて持ってんの。振らない。よし、カラスマ。お前を三振に切って取る。ギャー打たれた。しかも固定したし。ゲーオッケー、ススキナイス。あれ結構深かったけどさ、走らなかったね。あ無理か、あの距離は無理だよね。内野が取った段階でもう無理だもんね。オッケー、小平キュン。お前もよーし、調子を下げてやる。広角打法か。あれさっきの広角打法のやつと違うよね。さっきの広角打法パワー C だったもんね。広角打法持ったやつそんないっぱいいたっけ。俊英に敵になるとさ、いきなりさ強くなるからね。敵になると強くなるっていうかさ、味方になるといきなり弱くなるからね。チームメイト円卓とか超顕著だからね。みんなクソ雑魚だから円卓の味方。ススキでもすげえいい動きするね。無駄がない。スタートだ。これをゲまあいいか。決勝まではね確か満点が40だと思うんで。ちなみにさ、もちろん一応見とく、投手ってさ祝福ないのかな。完封っていうか完全試合とかやると祝福されんのかな。よし OK、 なんとかなんとかなった。変化球ポイントはねちょっと足りないんで、また走者釘付けを取っていきます。まあ技術もね結構余ってるんで、なんだかんだで。牙はねやっぱ強えんだよな。前回もね全然打てなかったからね、うちのチームは。走者釘付け2で取れば、クイックさえ取っちゃえばそれほどでもないか。2っていうのはやっぱでかいよな。うむだねマジで。球速ちょっと上げとくか、150にしよう。一回ダブルタックが来たからね、虹谷と守るくんの。しかも基盤かよ、お前の調子を下げたい。うわマジかよこいつ。今回超打たれてんな。ひどくないか。こうやってマインドブレーカーが成功すると打たれるな。みんなお願いします。あとはなんとか俺がこいつを調子を下げてみせる。パワーヒッター持ってんのか。汚ねえよな。よし、心をへし折った。あとは友澤風薙お願いしますマジで。ゲッなんだよこいつら。やっぱりシラスはちょっとあれだね。投手が結構難しいわ。マインドブレーカーで俺の心が完全にへし折られたよ。まあでもね、サナちゃんとルナちゃん両方ともとりあえず5回はね完走したんで、それがせめてもの救いだな。悪くないね。ただ技術がいっぱい入ったか、精神がいっぱい入ってほしかったんだけどな。で A にはなってないんで、何にも何もくんないっすね。
もね6500は超えるからね。昔なんてさ、こうサクセスでさ6500超えたらさ、やった6500だーみたいな。そもそも最初の壁がさ6000超えだからね。それを考えると結構インフレしてるよねやっぱり。ダメだ、変化球が。これ取ると多分特能に回せないんだよね。ドクター系だって取りたいもん。でそうするとやっぱりあとは換気も取りたいよね。尻上がりも持っとこう。玉持ちも持っておこう。で大体コツをつかんだものは取ったか。対左を直取りしておく。またちょっと待ってね、スタミナを C に上げておこう。精神がだいぶ足りないけど、対左、あ対左って精神使うのか。こっちはね精神使わないんだよね、対左投手の方は。対左打者の方は精神を使うのか。あそうだよね、だって3つ使うとすればもうそれしかないもんね。変化球とか使わないか。牽制をじゃあ取っておく。いやコントロール B 欲しいよ。だってでどうする、 C にしておく。下げるとどうなの、ここまでか。え超スローボールはもう絶対いらないこいつ。でこうだな。これは安全圏か。やっぱり技術がちょっと余っちゃったね。友沢、あーでもな、友沢とね守君はねコンボがあるからな、それはそれで結構いいんだよね。というわけで、まあ、予選大会のね決勝で牙にやられちゃいましたけれども、まあ、それでもまあ6500は超えるんで、やっぱりまあしらすは強いですね。ただ投手だとやっぱりちょっと辛いかな。で相変わらずのねちょっと技術余りがなかなか解消できないでいるんで、もう少しというか、そもそものデッキを見直さないといけないかなとちょっと思いました。というような感じで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。次は今度野手でやろうかな。ちょっと投手はもう俺のマインドブレイカーで心が折られちゃったんで、次は野手でやっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録等していただければ、幸いです。